どうも、キリ先輩、まずです。おい、じゃ、こ、こ、ことぶき。ちこつ。さらすだぞというわけでですね、今回、まずラビデオ、雑学シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しい、ミスター石油でいます。うわうわこんばんは。なぜいやー、ミスター石油、砂丘が広がってる。砂丘っていうのは今回の雑学シリーズは、昔から長寿の象徴とされている亀、実際にほとんど老化しない特徴を持っており、それは将来的に人間にも応用できるかもしれないよね。というわけでですね、今回その不老不死の技術について触れていきたいと思います。我々人類は時代とともに怪我と病気はうまく対処できるけども、加齢による身体機能の衰えである老化は必然的に訪れ、未だ人類は老化を克服することはできていないよね。どれだけビタミンを摂取しようが、時間とともに皮膚はシワシワとなり、骨は脆くなり、関節はこわばるのよ。お前らだよそのリーダーだろしかし亀は年を重ねてもほとんど老化せず、死ぬリスクはほとんど高まらない。そんな研究結果が発表されたの。だってこれさ、冒頭でさ、人間にも応用するって言ってたじゃないですか。これは、ここだけ残しとくってこと？すっぽんの話じゃねえだろ。こうした不老長寿に見える現象を見極めるため、研究者グループが水ガメやリクガメなど変温動物の仲間について研究し、2022年6月23日学術誌サイエンスに論文を発表したのよ。これまでの老化研究は主に哺乳類や鳥類のような高温動物を対象にしてきたけども、長寿の記録を出しているのは魚類や爬虫類、両生類などの変温動物が大半なのね。例えば、ホライモリと呼ばれる山椒魚は100年近くの間、地下の洞窟をくねくねと這い回っており、ゾウガメはその2倍も長く生きられる。今日70度だった。ほぼ沸騰じゃねえか。また2022年、ジョナサンという名を付けられたアルダブラゾウガメは190歳に到達し、陸上動物としては世界最高齢となっている。そしてこの研究チームは何十年間にもわたる観察データを活用して、代謝などの特性を分析し、老化や寿命への影響を調べたのね。哺乳類や鳥類の大半は性的に成熟すると成長が止まり、その時点でエネルギーは細胞修復よりも生殖に優先して費やされるようになるというのよ。人間っていうのは将来的に肉体を捨てて脳だけを保存するようになると言われてるでしょ。それを見越してあのグレゴリー・イラスプーチンはを保存してる。頭どっか行っちゃったまた老化への対処を十分に続けないと、加齢による慢性疾患にかかりやすくなり、怪我や感染症に見舞われるリスクも高まるのよ。しかし多くの爬虫類は年齢を重ねてもほとんど老化細胞が進まず、成長し続けるため損傷を修復して身体機能を維持する機能がとても高いのよ。一つの説として、高温動物は代謝でエネルギーを消耗するけども、変温動物は体温調整を生息環境に委ねているため、老化による消耗に対処しやすいというのね。また別の新たな研究では、時を超越した亀の老化問題を深く掘り下げたのよ。研究者たちは動物園や水族館に飼われている52種類の水ガメとリクガメの加齢に伴う衰えについて調べたので、その結果、研究対象種の 75% は細胞の老化速度がゆっくりであるか、場合によっては老化の程度が無視できるほどであることが判明した。さらにギリシャリクガメやホオジロクロナガメなどいくつかの種はマイナスの老化と呼ぶ状態さえ示し、実際に加齢とともに死亡リスクが減少していたという。タートルヘッド人をしてねえかまた老化速度には生息環境が影響を及ぼすことも発見しているのね。生息環境の要素として挙げている点は、捕食者から守られていることや気候が安定していること、そして食料と住処が無限に確保されているといったことなのよ。そのため、このようにゆっくりした老化の速度は飼育下にある亀の満たされた生活を考慮すれば驚くべきことではないのに。いや、あのタートルネックってさ、うんうん、あれ首から頭だけ出てる。あ、出てます。気筒だったの。そうですよ。もうきれい。何ニコニコしたそしてそこでは理想的な気温の下でブラブラ過ごし、果物や野菜のバランスがいい餌を食べるからなのよ。だからといって亀は不死身というわけではなく、病気や怪我では死ぬのね。しかし鳥類や哺乳類とは異なり、加齢によって死亡リスクが総合的に上がることはないのよ。今回の新しいデータは、少なくとも条件さえ整えば極めて長いこと、死を避けられる生物学的な可能性を示している。今後亀の老化について研究を続ければ、ある時点で亀と人間との健康や老化に関する明確な関連性が見つかるかもしれないのよ。御年200 樹木じゃねえかだ、伊勢の本当の神はエンリルだったことですよ。これは皆さん衝撃だと思います。あの新型コロナウイルスは一体何だったのか、今こそ振り返る時なのかもしれません。お一人亡くなったという話なんですけど、はいはい、あ、ここ亡くなったんですか、はいはい、ってことは毎回この火事には死が